回のテーマは延長戦オーバータイムマッチ。80秒の試合が終わった時点で同点だった場合、時間無制限の延長戦が始まります。先に1ポイント KO したチームが勝利となります。このオーバータイムマッチのポイントは、延長戦に突入する前に10秒の時間が与えられるので、その間にチームで作戦会議を行いましょう。基本的には残りのライフが少ないプレイヤーを狙うのがいいです。ライフ1枚のプレイヤーが複数いた場合には、どちらを集中攻撃するかなど作戦を立てると良いでしょう。またシールドが余っていたらシールドを貼ることも効果的です。事前にチームメイトにシールドを貼ることを伝え、連携を取りましょう。